西脇市子どもの笑顔を育む条例、令和2年4月1日施行。地域社会が一体となり、子どもや子育て家庭を支援することで、子どもが笑顔で、そして子育て家庭が安心して子育てを行うことができるまちづくりを進めていきます。なぜ条例を作ったの？核家族化や地域とのつながりの希薄化などが進行し、子育て環境の悪化による虐待などが社会問題となっています。これらの課題に積極的に取り組むため、条例を制定しました。子育ては保護者の責任では？子育てについての第一の責任は保護者にあります。しかし、子どもは地域社会の一員です。子どもが心身ともに健やかに育つためには、保護者の子育てに加え、市民、学校、事業者、市がそれぞれの役割を果たし、地域社会全体で子どもや子育て家庭を支援することが必要です。私たちは何をすればいいの？保護者は子どもにとって家庭が心地よい居場所となるよう努めましょう。また、子どもの豊かな人間性や社会性を高め、基本的な生活習慣などを身につけることができるように努めましょう。市民の皆さんは、子どもたちが健やかに育つ環境づくりに努めましょう。例えば、買い物やゴミ出しの際に、登下校の見守りや挨拶を行うなど、無理なくできることから始めましょう。学校は子どもたちが家庭以外で最も長い時間を過ごすため、育ちや学びにとって重要な役割を担います。子どもたちが安心して育ち、学べる環境づくりに努めましょう。事業者は職場で働く保護者が仕事と子育てを両立できるよう、就労環境の整備に努めましょう。また、市や地域が行う子どもの育ちを支援する取り組みに協力するように努めましょう。市は何をするの？子ども子育て支援事業計画に基づき、10の基本的な施策を行います。そのいくつかをご紹介します。子育て応援ステーションハピークでは、1歳頃までに6回出会う機会を作り、切れ目なく支援します。また、子育てコンシェルジュがさまざまな子育てに関する相談支援も行います。中学生がさまざまな事業所で職業体験を行うトライアルウィークを実施するなど、子どもたちが社会に積極的に関わることができる機会を作ります。地域における子育て支援として、子育てボランティアの活動支援や未来へ地域子育て事業の支援などを行います。男性の家事・育児の参画を促進するため、パパサークルの活動支援などを行います。地域社会が一体となって子どもと子育て家庭を支援していくために、皆さんも一緒に取り組みましょう。西脇市子どもの笑顔を育む条例。